はいどうも、世界一ステックな怠け者テッケテッケです。はい、として明日はメンティビになるので更新情報を見ていきたいと思いますが、まあ、今回は月半ばということで声優回るキャラクター、どのキャラクターによっては、まあ、今回の声優回るのQちゃんですね。もうその新声優回るキャラクターの見た目がゴリゴリの帽子だった場合には、もしかしたら月半ばということで声優回るの生後暴走キャラクターなんてこともありえそうなんで、まあ、Q ちゃんの登用に関しては今回の更新情報の立ち絵なんかにも注目して見ていきたいと思いますが、はい、更新情報どうなるか見ていきましょう。さあ、そして2月16日の更新内容を一緒に見ていきますか。まずは一朝一夕ということで、一朝一夕いきますね。はい、一朝一夕はこんな感じのおみくじイベントになっており、 40% から 80% の間で追加ボーナスが表示されて、まあ、例えばこれで 80% が出た場合、これを利用してこの5000元宝の1万円課金を行った場合に、5000元宝の 80% である4000元宝が追加でボーナスとしてもらえるという課金ブーストイベントになってます。まあ、ただ初回2倍なんかが余っている人は初回2倍の方を利用した方が課金効率が良くなりますので、まあ、月2万円以上課金する方向けですねのおみくじイベントとなります。はい、次見ていきましょう。砂浜の宝探しということで、はい、こちらに関しては、まあ、課金イベントとなっており、まあ、二次キャラクターだったり、まあ、あと無料でもうまくいけば SSR のカプセルなんかがもらえたりするんで、まあ、無料の方も1回は引いておきましょう。であまり課金して二次キャラクター取りに行くような課金アイテムではないので、そこまで課金効率良くないので、まあ、今回 UR1000 の副将ラインナップ、チョスカベ元近、半蔵猿飛サスケ、東堂高虎、デンタン、伊達政宗、雷神氏と並んでますが、まあ、基本的には、まあ、今回もスルーでいいかなと思います。無料枠分だけ引いておきましょう。さあ、そしてお土産販売者ってことで、まあ、こちらは砂浜の宝探し用のアイテムですね、課金アイテムが売られているので、まあ、砂浜の宝探しにチャレンジされる方は購入する形になります。まあ、基本はスルーですね。さあ、そして祝儀符、はい、こちら月落ちあやめということで480円で購入できる課金アイテムになってますが、まあ、祝儀符はこのゲームかなり課金効率いいので、美課金の方にもおすすめ度の高い課金アイテムとなります。はい、余裕があったら買っておきましょう。さあ、そして海底のカーニバル、あ、来ましたね、月半ば星回るポセイドン。おっと、これはバッファーっぽいぞ。再販キャラクターで茨城童子ですね、愛が再販されるってことですが、まあ、茨城童子に関しては今の環境ではというか、出た当初からそこまで環境にキャッチアップできているキャラクターではなかったので、今回もスルーになっちゃいますかね。さあ、そして月半ばキャラクター、海底のカーニバル、ポセイドン。ポセイドンの式に合わせ全ての海が舞い始める。彼女は手を差し伸べてあなたを踊りに誘っています。いや、もうこの水の感じ、ちょっとニビアンみたいな暴走キャラクターを一瞬頭に思い浮かべますが、あれ、これ待てよ、ゴリゴリの槍持ってますね。あ、これ武将か、これもしかして。あ、この顔、これ武将ですね。うん、ゴリゴリの肉体派の武闘派女子感がある。ちょっとクラスの女子いじめてそうだけど、最終的にはいいやつみたいな立ち位置の顔してる。これ帽子だと思いましたが、武将っぽいぞ。はい、で次来る新副将につくであろうと言われているのがこちら、聖護強砲、はい、という聖護バフで、まあ、非範囲攻撃の会心率と物理会心ダメージが増加という、まあ、シンプルな聖護バフになりますが、まあ、非範囲攻撃っていうのは連撃だったり、まあ、一撃ドカンの攻撃ですね。まあ、なんで基本的にはアタッカーの副将ちゃんをクリ率と物理会心ダメージを上げて、まあ、クリティカルを出しやすくした上でクリティカル連撃で、まあ、その火力をさらにブーストさせようと、あ、ような、まあ、聖護バフで、問題はこれを自分自身につけるキャラクターになるのか味方につけるのかでも全然大きく違ってくるんで、まあ、自分自身につけるのであれば、まあ、単純に自己強化のアタッカーで、味方につけるならバッファーっていう立ち位置になる可能性があって、まあ、もしバッファーになるのであれば、まあ、最近月半ばの声回るといえば白卓だとか九天玄女大使命といった蓄力祝福七星みたいな戦役ボスで大活躍する聖護バフ付与キャラクターが月半ばで結構立て続けに出てきて、まあ、しばらくちょっと休みがあって、まあ、この7周年前とりあえずプレイヤーから元宝を放出させれば7周年で課金するっていう流れに持ってきやすいのかなというふうに考えると、まあ、ここらで聖護暴走キャラクターが来るのではないかと、まあ、味方の主力に聖護暴走をつけつつ、さらに味方の主力に対して会心率と物理会心ダメージがアップすると、あ、ような戦役ボス用の聖 MR の聖護暴走キャラクター、まあ、そろそろ来てもおかしくないかなと個人的には思ってます。もう毎回言ってますけどね、これ12月ぐらいから毎回言ってますね。もう多分聞き飽きてると思いますが、はい、まあ、それか、まあ、これ視聴者さんのコメント見て、あ、それありそうだなと思ったのが、まあ、シンプルに、まあ、12月アポロが来て味方3名に対して毎ターン残影をつけるっていう機能、弓章特化の補助機能で、今月つくよみちゃんが来て毎ターン味方に対して集中をつけて味方の砲術会心ダメージを上げるっていう、まあ、これまた味方の防止に対してのみ強化ができるスキルですねが来た後なんで、まあ、この聖護強砲に関しては味方の武将に対して
毎ターンこの成功強法をつけるみたいな、まあ、成功バフになるっていうのが流れ的にはまあ安牌なのかなと、めちゃくちゃありそうだなということで、まあ、武将キャラクターでなおかつ毎ターン味方の武将にだけ、成功強法をつけて武将デッキを作ってくれというような流れがもしかしたらあるかもしれないなと思ってました。まあ、長らく武将の時代がこのゲーム来てないんで、最近そろそろその波を作ってくるかもしれないなということなんですが、はい、ということですが、まあちょっと私の中ではこれ見た目的にも武将なんで、まあ、若干色味は帽子なんですけど、まあ、武器がね、獲物がもうあるんで、そうなるとやっぱり味方に対して毎ターン生後巨砲を付与する、まあ、武将強化の武将になると、まあ、武将デッキ用の武将ですねになるのかなということで、今回の定型的予想としてはこの海底のカーニバルポセイドンちゃん、とりあえずパッシブスキルで毎ターン味方3名か2名に対して生後巨砲そして生後援護をつけるキャラクターになると予想したいと思います。いや、生後援護毎ターンつけたらマジでやばいっすね。まあ、武将ただ最近本当に目立ってないんで、それぐらいやってなんぼかもしれないんで、ちょっとそこ期待しましょう。はい、そしてまた明日ガチャに並んだら登場した上で検証して分析動画アップしていきますので、テキテキ明日新キャラクターの分析頑張るってことで、グッドボタン押してもらえると元気が出ます。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テキテキのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある YouTube 特別動画の方もぜひ見に来てくださいね。はい、それでは。おっす。